皆さんこんにちは、チャッキーでーす。はい、今回はですね、ホックホク感が特徴で独特の風味が漂う今が旬のそら豆を使ったガチでヤバい絶品おつまみの作り方を紹介させていただきます。なんと今回はね、少ない油で揚げ焼きにしながら簡単に作れちゃうそら豆のおかき揚げです。これがマジでね、そら豆との相性抜群で、ビール、ハイボール、チューハイ、もう何でもいけちゃう万能な絶品おつまみなんで、マジで一回作ってみてください。そら豆のポテンシャルの高さに驚いちゃいます。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。それでは材料から紹介させていただきます。こちら、そら豆。適当に5、6本あれば大丈夫です。はい、そして柿の種。これもね、適当に用意してください。卵が1個。はい、片栗粉。まあ、もしくは小麦粉でも OK。小さじ2杯ほど。これも大体。今回分量ほぼ適当で大丈夫。材料は以上でーす。まずはそら豆、これ皮を全部剥いてください。この大きい外のね、ふわふわの分厚い皮を剥いて中の身を取り出す。そしてこの周りの薄皮もすべて剥いてください。そうするとね、中の柔らかい身だけが取り出せるので、はい、これをすべて取り出します。はい、こんな感じでそら豆全部剥いて身を取り出してください。はい、お次はね、柿の種。今回これ6パック入ってたんで、まあ、半分の 50g ぐらい使います。この辺の量は様子を見ながらね、調節してください。そして柿の種、できるだけ細かく潰しちゃいます。はい、この袋の上から綿棒などを使ってグリグリと潰していただいたら OK。この時ね、やりやすいようにちょっと袋の端ぐらいに空気穴作っておいてください。あとはもう上からグリグリ潰しながらできるだけ細かく粉砕してください。これがマジで美味しいのよ。できるだけ細かく、ピーナッツごとで OK よ。よいしょー。はい、細かく砕いた柿ピーね。このピーナッツごとがポイント。マジでうまい。はい、適当にバットに広げておいてください。あ、ちょっと多かったかな。まあいいか。よいしょ。はい、そしたらこちら、そら豆の実に片栗粉を適当に加えて表面にまぶしてください。全体的に片栗粉、あ、もしくは小麦粉でも OK よ。はい、こんな感じで表面にしっかりとまとわせる。はい、OK。はい、お次は卵。しっかり溶きほぐして柿の種をそら豆につける準備をします。はい、めちゃくちゃ混ぜてね、いい感じの滑らかな溶き卵用意してください。そしたら粉をまぶしたそら豆に、これ溶き卵ね、1個分いらないと思うんで軽く回しかけてください。半分もあったら OK ちゃうかな。この残った卵はお味噌汁とかに入れて使い切れば無駄なく使えるんでね、あんまり卵いっぱいなくても OK。 はい、しっかりとそら豆の表面に溶き卵を絡める。はい、ここまで準備できたら、そら豆を柿の種にポンと乗して表面にしっかりと砕いた柿の種をまとわせる。はい、これで準備完了。これをね、たくさん作ってください。ほんとね、柿の種できるだけ細かく砕いとく方が全体的にまとわせることができるんでね、できるだけ細かく潰してください。はい、こんな感じ。はい、こちら、そら豆にしっかり砕いた柿の種をまとわせます。これ一回で綺麗につかない場合は二度漬けしていただいて問題ないので、しっかり表面に柿の種の衣をまぶしてください。はい、油がね、全体的に温まってもうサラサラサラっと動くぐらいになったら、こちらのそら豆を適当に並べて入れていきます。あとはね、コロコロ裏表を返しながら表面がカリッとなって中のそら豆に火が通るまで
この少ない油で揚げ焼きにしていきます。衣が固まるまでに触りすぎると衣が剥がれちゃうので気をつけてください。はい、こんな感じ。まあしばらく置いて衣が固まったらコロッとひっくり返す。まあ 2,3 分も揚げ焼きにすれば中まで火が通っちゃいます。様子を見ながら揚げ焼きにしてください。はい、こんな感じでね、裏表を時々返しながら表面の衣がカリッと揚がってそら豆に火が通ったら OK。 だいたい2分ぐらいで大丈夫なんで、いい感じに揚がったものから取り出して油をしっかり切ってください。あー、うまそう。めちゃくちゃそら豆のええ香りしてる。はい、しっかりね、余分な油を切ってくださいと。はい、完成しました。ほんと表面はサクサクで、かきピーの味が効いたホクホクそら豆のおかき揚げ、これがマジでつまみに抜群なんで、そら豆の美味しい間にぜひ作ってみてください。それではキューのポーいただきます。あーん、最高。これマジでうまい。表面はサックサクで香ばしく、中のそら豆ホックホクでめちゃくちゃ相性いい。しかも柿の種に味がついてるんで、もう味付け不要ですし、少ない油で転がしながら揚げ焼きにするだけ。これマジでなんぼでもパックパク食べれる最高のおつまみ。うん、うまっ。今回のポイントとしましては、この柿の種をできるだけ細かく潰してしっかり表面にまとわせてください。この柿の種が粗すぎるとゴツゴツしすぎてて、食べた時もね、サクサクというよりガリガリっていう感じになっちゃいますし、柿の種同士が重なりすぎて隙間ができてね、衣もつきにくいので細かくすることです。いや、マジでうまいわ。これやったらもうそら豆なんぼあってもいける。早速飲んじゃおう。あいあいあい。ということで今日も乾杯。あー、うまー。マジこれビールとの相性抜群。やっぱそら豆はね、春に美味しい野菜ですし。なんとも言えないホクホク感と香りがやばい。いや、これがね、おつまみとして出てきたらマジで嬉しいと思うし、お酒との相性抜群なんで、ほんと一回作ってみて。あー、うま。やっぱ一口サイズでね、パクパクっと食べやすいですし、この食感も最高。柿の種マジ優秀やな。あー、うま、止まらんわ。これやったら飲みすぎちゃうな。いや、マジでこのね、サックサクとホックホクが見事にコラボしたそら豆のおかき揚げ、ぜひ一回作ってみてください。やばいっす。うますぎ。